もともとは田川の方に本店がございまして、そこで、まあ、十何年前から、担々麺を激辛麺として、作ってまいりました。でそこで、評判が良かったので、まあ、ぜひ福岡の方に出て福岡の方にこの担々麺を味わっていただこうかなということで、オープンさせていただきました。担々麺に使われている麺はこちらの中太の縮れ麺です。福岡の細麺とはまた違った食感と味を味わっていただきたいなと思います。スープ、料理長が自分で仕込むオリジナルのラー油、それからごまだれ、これのミックスされたスープのうまさっていうのを味わっていただきたいなと思います。6月中旬からサラダ担々麺を新発売いたします。細麺を水で締めて、そこにごまだれを加えまして、野菜を加えて、とてもヘルシーな麺になっております。一生懸命美味しい麺を提供できるように頑張っております。皆様のご来店をお待ちしております。